ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。よく徳川家の御三家と御三卿の区別がつかなくなるのよ。パッと見は似ているし、なんとなく混同する理由はわかるぜ。それぞれ歴史でもちょくちょく出てくるから、余計わかりにくいのよね。そうだな。御三家と御三卿それぞれの役割をしっかり覚えていれば、霊夢みたいに混同することもなくなるかもしれないぜ。それじゃあ今日は江戸幕府、御三家御三卿の違いについて見ていこう。それじゃあゆっくりしていってね。御三家と御三卿。まずは御三家と御三卿それぞれの役割や与えられた特権について、わかりやすく説明しよう。徳川御三家とは、二代将軍徳川秀忠の弟が起こした、三つの徳川分家を指す。秀忠が作った分家が御三家ね。徳川家康の九男徳川義直が尾張徳川家、十男徳川より信が紀州徳川家、十一男徳川より房上と徳川家に報じられ、将軍家に次ぐ家格として審判の最高位に君臨した。まあ後継ぎ以外の男子を何もさせずに置いておくわけにはいかないしね。主な役割は、徳川宗家の後継ぎが途絶えた時、養子を出して次代将軍を立てること。つまり徳川御三家は、公的に認められた徳川一門とも言い換えられる。万が一があった時のためのバックアップってことね。他藩にはない優遇措置も多く、将軍家と同じ家紋三つ葉葵の使用が認められていたほか、江戸城内での配当、つまり日本刀を所持することが容認され、各藩に割り当てられた公共事業も免除されるなど、随所で別格扱いされていた。ほぼ将軍家と同じ扱いだったわけか。しかし、御三家の中にも価格が存在した。次期将軍として徳川宗家養子を出せるのは尾張徳川家と紀州徳川家のみ。水戸徳川家は成立自体が遅かったこともあり、御三家でありながら将軍が輩出できないという立場だった。そうか、三つの家が全て同じ格でもなかったわけね。実際朝廷の官位も、尾張徳川家と紀州徳川家の最高位は寿二言大納言だったが、水戸徳川家は小三二言中納言までしか昇進できない。幕府だけじゃなく、朝廷でも同じだったのか。ちなみに15代将軍徳川慶喜は水戸徳川家の出身だが、将軍になる前に後に説明する御三卿の一橋徳川家に養子に出されている。だから、あくまでも徳川慶喜は、水戸家からの将軍ではないという扱いだったんだな。なんか、ごちゃごちゃしててわかりにくいわねー。御三卿は、江戸幕府八代将軍に就任した徳川吉宗が、将軍家、及び紀州徳川家の血脈を保つために設けた体制だ。次男徳川宗武を絶やす徳川家、四男徳川宗忠を一橋徳川家、そして長男で徳川幕府九代将軍を務めた徳川家重の次男徳川重義を、清水徳川家に据えて創設された。ああ、吉宗が作ったものが御三卿になるわけね。価格は御三家に次ぎ、他の審判大名より上位となった。しかし御三家とは異なり、各家には居城などがなかった。領地は与えられていたものの、いずれの当主も江戸城内に居住しており、独立した大名ではなかった。大きな家とは認められてはいたけど、実態はなかったってことか。各家の名称も、江戸城の門から名付けられており、それぞれ田安門一橋三門清水門の内側に屋敷が造営されていたことが由来だ。なんかそれも適当ねー。御三家との最大の違いは、たとえ跡継ぎが不在でも断絶しないこと。実際、田安徳川家や清水徳川家は、当主不在の時期が存在した。家督相続者が不在の時期は秋屋敷という。だから継嗣問題に特化した制度とも言えるな。別に御三卿自体の家系が続いているかどうかは関係なかったってことか。ただし、時代を経ると御三卿の役割は徐々に拡大していく。紀州徳川家内で後継者からあぶれた者を御三卿に控えさせたことで、養子縁組のための待機場所として機能し始めた。紀州徳川家がめちゃくちゃ後継ぎを抱えてたってことね。これにより、紀州徳川家の勢力は急拡大した。将軍家を独占するだけでなく、数多くの師範を生み出す結果となった。まさに紀州徳川家の権力増大のための仕組みでもあったわけだな。そりゃそうね。紀州徳川家から派遣されていくことになるんだから。まとめると江戸時代、主に徳川将軍家の血脈を守る目的で設けられたのが、徳川御三家と御三卿で、いずれも全国の諸藩とは別格の扱いを受けていたが、創設された時期は徳川御三家と御三卿で大きく異なる。後継ぎ問題を解決したものではあったけど、時期と後の様子が異なったってことか。前者は初代将軍徳川家康によって形成され、後者は八代将軍徳川吉宗が設立した。ここからは各家の待遇や歴史について細かく見ていこう。それぞれの立場や役割を知れば将軍継嗣問題の実情が見えてくるぜ。それぞれの家の様子を見ていくわけね。了解よ。徳川御三家一、尾張徳川家。尾張徳川家は、徳川御三家の筆頭格とされた家柄だ。1606年に藩祖徳川義直が報じられて以降、
明治時代に入るまで17代にわたって尾張藩を治めた。国高は約62万石だ。さすがにすごい国高数ねー。徳川宗家に跡継ぎがいなくなった時は真っ先に白羽の矢が立つはずだったが、一度も将軍を輩出することはなかった。せっかく作った家なのにどうして？初代徳川義直をはじめ物言う藩主が多く、たびたび江戸幕府とも衝突した。王命によっても要されること、つまり幕府と朝廷が争う場合は、天皇側に味方する。という極秘の藩君も存在し、幕府を支えるというより、あくまで独自路線を進み続けた大名家だった。へぇ、将軍家と同じ扱いくらいの家が、天皇を大事にしてたって面白いわねー。徳川御三家に、紀州徳川家。紀州徳川家は、徳川御三家で尾張徳川家に次ぐ家格だ。1619年に徳川頼信が紀州藩藩主について以降、明治時代まで14代にわたって相続。国高は約55万、5千石を数えた。転機となったのは5代藩主を務めた徳川吉宗が、江戸幕府8代将軍に抜擢された時だ。そうね。暴れん坊将軍でも同じによね。徳川吉宗が御三卿を整備するなど、将軍軽視問題の改善を図ったことで、以降の将軍職は紀州徳川家系列が独占するようになる。つまり徳川吉宗の登場以降、事実上としての御三家の筆頭格は、尾張徳川家から紀州徳川家へ入れ替わった。その吉宗がさらに御三卿を作ったんだものね。そりゃ紀州徳川家の天下になるはずよ。幕末期は14代将軍徳川家茂を輩出し、15代将軍徳川慶喜も紀州藩の支流である一橋家の当主となった。江戸幕府滅亡まで影響力の強さを保持し続けた家柄とも言えるな。まさに徳川家の主力と言える家となったわけね。徳川御三家さん、水戸徳川家。水戸徳川家は、東北の戸様大名たちへの抑えとして、1609年に藩祖徳川より草が水戸藩を領したのが起源だ。徳川御三家の中では最も価格が低く、1636年までは徳川姓を名乗ることも許されなかった。とでもなかったってこと？まあ元は弟の家だし、そんなもんなのかな？国高は約25万石と御三家の中では格段に少なかったものの、参勤交代が免除され、歴代藩主は江戸に常住していた。ここから水戸徳川家当主を副将軍と呼ぶ風潮が生まれたと言われている。実際はそんなに国高があったわけじゃないけど、立場的には強かったのね。他の徳川御三家と大きく異なる点は、学問が非常に盛んだったことだ。二代藩主徳川光圀の時代に、大日本史が編纂されたことで、徳川家一門でありながら公然と勤皇、つまり天皇に忠義を尽くすことを提唱した。水戸学という独自の学問も発展し、幕末期には尊皇攘夷の総本山と呼ばれた。水戸家も尊皇派だったのか。御三家のうち二つの家が天皇派だったとは皮肉な話ね。徳川御三卿一、田安徳川家。1731年、徳川吉宗の次男徳川宗武が江戸城田安門内に屋敷を与えられたのが、田安徳川家の起源だ。御三卿のうち最初に創設され、御三家同様将軍家の後継ぎを輩出する権利を有していた。吉宗の次男が始まりか。そりゃ紀州徳川家の流れになるわね。当初は領地がなく、付与されたのは賄い料、今でいう経費の米3万両のみだった。しかし、後に武蔵の国や神津家の国、甲斐国など6カ国から計100が与えられ、大名並みの待遇になった。これも御三家と似てるわねー。そんなに収入が少なくても大丈夫なの？領地はあくまで収穫物を得るための土地だったため現地へ赴くこともなく、住まいは常時江戸城内の田安館と、いわば将軍家の一員という立ち位置だった。こちらも立場がしっかりしてたから、むしろ石高は関係なかったのね。初代徳川宗武は学問に長け、父徳川吉宗が次の将軍に据えようとするほど、将来を嘱望されていた。ところが、それを快く思わなかった長男の徳川家重と関係が悪化してしまう。ああ、やっぱり宗家の方の徳川家とは揉めることになるわよね。後に3年間の江戸城への登場禁止や、隠居した徳川吉宗からも謹慎を命じられるなど、一時は御三卿体制に亀裂が入りかねない事態へ発展してしまった。めちゃくちゃ冷遇されることになっちゃうんだ。また、長男から四男まで創生するなど軽視問題にも悩まされ、田安と二代目を継いだ五男徳川春明も後継ぎを残さず21歳で死去。ここから約14年にわたり、田安徳川家の当主は不在になってしまう。でも御三卿は当主がいなくても問題はないのよね。そうだ。領地や家臣団はそのまま残され、1787年に、一橋徳川家出身である徳川成政が三代当主に就任して以降、明治時代までケチ脈が保たれた。むしろ一橋家の人間が当主になることもあったのか。ちなみに徳川春明の弟には、後に老中となり官制の改革を断行する松平定信がいる。
徳川春明が亡くなった時、すでに白川藩への養子縁組が決まっていたため、三代目を継ぐことができなかった。じゃあ松平定信が三代目になる可能性もあったってことね。松平定信は、徳川吉宗の孫であることを行事とし、祖父の掲げた享保の改革の主題である質素倹約を掲げて、江戸幕府の再建に尽力した。そうか。それが松平定信の原動力になったのかもね。江戸時代に田安徳川家から将軍が輩出されることはなかったが、実は幻の将軍と呼ばれた人物が存在する。それが15代将軍徳川慶喜の後を継いだ田安徳川家7代当主徳川亀之助こと徳川家里だ。慶喜の後にも将軍っていたんだ。江戸城の無血開城を経て徳川慶喜が謹慎すると、明治政府から徳川宗家を継ぐように命じられ、徳川宗家16代目当主になった。へえ、最後の最後に宗家の当主の座をゲットしたのね。すでに江戸幕府が消滅していたため将軍職ではないが、唯一田安徳川家が頂点に立った瞬間だった。その後、徳川家たちは貴族院の議長を務めるなど政治家として活躍し、面目を施したわけだな。将軍にはなれなかったけど、後の世にも徳川家として活躍したのね。徳川御三卿に、一橋徳川家。1735年、徳川吉宗の四男徳川宗忠が江戸城の一橋帝内に、一橋館を構えたのが、一橋徳川家の起源だ。こちらは吉宗の四男が始まりの家ね。待遇や役割は他の御三卿と同じで国高10万石。領地は武蔵の国や下野の国、下総の国などの飛び地。その他、将軍家に跡継ぎがいない時に養子を出す権利を有し、家臣と共に江戸城内に居住していた。家臣も江戸城に住めるっていうのはすごい優遇よね。御三卿のうち最も知名度が高い一橋徳川家だが、その理由は将軍をたびたび輩出したためだ。最初は二代藩主徳川春定の長男徳川家斉が、江戸幕府11代将軍に就任した。以降の12代将軍徳川家吉と13代将軍徳川家定も一橋徳川家の血脈だ。そうか。それで一橋家って有名なのね。さらに15代将軍に就任した徳川慶喜も、一橋徳川家当主から将軍職へ昇格する。徳川御三家の水戸徳川家から養子に入った人物だが、その英才ぶりは早くから全国に知られ、大暴論が巻き起こっていた。それだけ吉信は優秀な人物だったのね。ちなみに徳川宗家以外でこれだけ将軍を輩出している家柄は、紀州徳川家と一橋徳川家のみだ。そのため徳川御三家の一つに間違われることが多いが、一橋徳川家はあくまで御三卿の一つだ。そうそう。こういう将軍を多く輩出している家が御三家と間違えやすいのよね。子宝に恵まれた家系で、将軍だけでなく多くの審判にも、一橋徳川家の子弟が養子として送り込まれた。江戸時代後期には、御三家の尾張徳川家と紀州徳川家、御三卿すべての当主が一橋徳川家の子孫で独占された時期もあったほどだ。すごいわね。江戸幕府内での発言力も高まり、幕末期には独自の軍事力を保有するため、積極的な家臣登用を実施した。その中には、後に日本資本主義の父と称される渋沢栄一らも含まれていた。渋沢栄一がこんなところで関係してくるのか。藩籍奉還によって、一橋徳川家自体は廃藩に追い込まれるが、人材の多くは明治政府や財界に活躍の場を見つけ、明治時代以降の日本の発展に寄与した。こちらも後の世まで活躍した家だったのね。徳川御三卿さん、清水徳川家。清水徳川家は、御三卿の中で最も創設が遅い家柄だ。1758年に徳川幕府9代将軍徳川家重の次男徳川重義が、江戸城清水門内に清水館を与えられて創設した。家重の嫡男ではないのね。待遇や役割は頼み家と同じで、石高は武蔵の国や上総の国、下総の国など7カ国計10万石。将軍家の後継ぎを輩出する権利も有していた。立場や待遇は変わらないのね。しかし、初代徳川重義をはじめ代々実子に恵まれず、後継ぎのほとんどは将軍家の正室の弟で、将軍を出すどころか、家系の存続すら危うい状況が続いた。実際、徳川重義没後は当主不在となり、一時は領地や家臣が接収されたこともあったほどだ。後継ぎがいないっていうのは、それだけ家にとってピンチだったのね。この処置は極めて異例で、御三卿はそもそも当主が空席でも存続が許されるという家柄だからだな。それにもかかわらず一度家系断絶に陥っているのは、清水徳川家が軽視問題解消の役割を果たすことができないと判断されたことを意味する。特例を破るほど、清水徳川家はヤバい状況だったってことね。再興されたのは1798年に、江戸幕府11代将軍徳川家斉が五男徳川敦之助を養子入りさせた時だ。ところが当主に就いた後、わずか1年で急死してしまう。なんかある意味呪われた家系でもあるなぁ。
その後も徳川家斉が、子息を次々と清水徳川家の後継ぎに据えて継嗣問題に対処した。しかしながら、五代当主徳川斉勝が、紀州徳川家の後継者に抜擢されると、再び当主が不在となる。その後、20年にわたって当主の空位が続いた。こっちの空位は深刻よね。最後の当主となったのは、徳川慶喜の弟徳川昭武だ。1866年に就任すると、翌年には将軍の名代として法王使節団を率い、約50日間にわたってフランスやスイス、オランダ、ベルギー、イギリスなどを歴訪する。へぇ、当時の幕府にとって重要な仕事を任せられていたのね。しかし、この間に大政奉還が行われ、明治政府が樹立する。帰国後、徳川昭武が清水徳川家を離れて水戸徳川家を相続したことで、清水徳川家は政治の表舞台から姿を消した。そうか。もともと消えそうな家だったけど、明治には生き残ることができなかったのねー。徳川家が続いたのは御三家のおかげ？次は御三家の問題について見ていこう。御三家とは違って、御三家には独特の問題点がある。確かに今の段階でも、いろいろ問題がありそうだったわね。徳川将軍家は三代将軍家光以来、正室に京都の公家皇族を迎えてきた。家光の妹東福門院和子は、後水尾天皇の皇后として受胎し、兄のために高貴な公家の娘を花嫁候補として物色し、監督高司信房の娘で、家光より2歳年上の高子を選んだらしい。宮家の女性を狙ってたわけね。しかし、家光は難色にふけって女性には全く興味がなく、正室との仲は最悪だったと言われている。まあそれはともかく家柄の釣り合いだけで、徳川将軍家と京都の公家皇族との婚姻はその後慣例となった。家光、例えば徳川家治の正室だった磯宮智子も皇族の娘だ。満16歳で結婚し、18歳で長女を出産している。さらに22歳で夫が将軍に就任し、その翌年、23歳で次女を出産した。将軍の正室が子供を出産したのは2代将軍秀忠以来、155年ぶりという快挙だった。へぇ、当時は政略結婚だったでしょうに、仲が良かったのね。二人の子供に恵まれたことが示す通り、夫の家春との夫婦仲が良かった。そして、わずか34歳で死去してしまう。そんなに早く亡くなったのか。とも子の子が二人とも女子だったので、家春の周囲は側室を強くプッシュしたようで、次女出産の14ヶ月後、側室を千穂の方に、待望の長男竹千代、後の徳川家元が生まれる。その2ヶ月後には、側室を品の方に次男の定次郎が生まれている。ちょっと勇み足じゃない？ところが、家春はここでピタッと子作りをやめてしまう。そして、これが後に大きな禍根を残した。次男貞次郎は生後4ヶ月で創生し、長男竹千代は徳川家元と名乗ったのだが、鷹狩りの帰りに急に体調不良を訴え、満16歳で急死してしまう。一転して将軍後継者が不在になってしまったってわけね。家春は満43歳。家康だったら再び子作りに励むところだが、家春にその気力はなかったようで、病死を迎えることになった。家春には異母弟徳川重義がいた。いわゆる御三家の一つ清水徳川家の過疎だ。そうか。御三家とつながりがあったわけか。ただし、満34歳にして子がなく、仮に養子に迎えても再度養子を迎えなければならないので、候補から除外されたらしい。御三家は他に田安徳川家、一橋徳川家があった。御三家は将軍の後継ぎを輩出することを目的に創設されたとされるからな。だがそれは結果論だ。結果論なの？確かに吉宗以降、獅子が途絶えて養子を迎えるときは、11代家斉、15代慶喜が一橋家、14代家元は紀伊家からの養子なのだが、家元の実父は家斉の子で、清水家から紀伊家に養子に行っているので、まあ家元の場合、半分は御三家みたいなものではあった。そうねえ。曖昧だけど、御三家ではあるわね。しかし、それは結果論だと思う。将軍に次男以下の男子がいた場合、分家を立てて大名に取り立てることは当時一般的で、吉宗だけが特別だったわけじゃない。そうなの？例えば、三代将軍家光は、長男の家綱を後継者と位置づけ、次男の徳川綱重を甲斐の甲府藩主、松男の徳川綱吉を皇助立林藩主とした。ただ、家綱に子がなかったので、綱吉が将軍になり、立林藩は廃藩とする。廃藩にすることにしちゃったんだ。綱吉の子も創生して、綱重の子家信が将軍になったため、甲府藩も廃藩となった。彼らの後を継ぐ親族がいなかったからだ。御三家がそれらと違ったのは、吉宗の子孫が子だくさんだったので、将軍を輩出してもなお幕末や現在まで存続したというだけに過ぎない。そうか。御三家が子だくさんだったのが理由になったわけか。ちなみに御三家は厳密に言えば大名ではなく、あくまで将軍の親族という位置づけだった。
家禄は10万石だが、特定の地域をまとめて与えられたわけではない。例えば、田安家の場合は武蔵下総開設など6カ国合計で10万石だ。また、家臣は旗本の出向組だった。そうよね。特権なだけで、実は伴っていない状態なのよね。当初、幕府は御三卿を家として存続させるつもりはなかったようだ。そのため、御三卿に生まれた男子は厄介者で、なるべく竹の養子に押し付けようとした。越前松平家が価格引き上げを狙って、吉宗の子もしくは孫を養子にしたいと願い出ると、一橋家の初代宗忠の長男が養子に出されてしまう。通常、長男は後継ぎ候補なので、竹の養子に出されることは珍しい。本当ね。長男を養子に出すなんてすごいことだわ。しかも、その長男が創生すると、三男を再び越前松平家の養子としている。結局、四男の一橋徳川春貞が一橋家の家督を継ぎ、さらにその弟も福岡藩黒田家の養子に出されている。どんどん養子に出しちゃうじゃない。藩主黒田継隆は男子が死去していたため、外孫、つまり娘の子を養子にすべく幕府に打診したが、幕府は一橋徳川家からの養子を強引に押し付けたのだと言われる。幕府に言われたら従うしかなかったのね。関西の改革を実施した松平定信は、田安家の初代宗武の七男で、嫡男田安徳川春明が病弱だったため、田安徳川家としては次期当主の予備として残しておきたかったようなのだが、幕府が強硬に久松松平家の養子へ送り出したともされる。もし松平定信が当主だったら、歴史が変わったかもね。潮目が変わったのは、一橋徳川春定の長男家成が11代将軍を継いだからだろう。一昔前まで、田沼意次が家成の将軍擁立の黒幕と言われていたが、近年では春貞の暗躍が指摘されている。そうなの？春貞は政治巧者で、松平定信の老中就任などにも関わったと言われている。ましてや将軍の父なので、隠然たる影響力があった。ここで、御三卿の存続は既定路線となったのだろう。そしてそれは、幕府にとっても都合のいいものだった。都合のいいもの？家成は一橋徳川家の嗣子として薩摩藩主島津重秀の娘と婚約していた。そして彼女は、将軍家正室になってしまったんだ。彼女が男子を産んで、その子が将軍職を継いだら、戸様大名島津家が将軍家の外戚として幕政に介入することが容易に想像できる。そうか、島津家が将軍家に食い込んでるんだ。そこで幕府は、側室が産んだ子供も全て嫡母扱い、つまり、正室が産んだ子という建前とした。そして、聖母が誰であるかに関わらず、年長者を嫡男とした。正室と側室の意味がなくなったわけねー。将軍家夫妻は大抵政略結婚なので、必ずしも仲が良いとは限らない。むしろ、正室が将軍の子を産むことは珍しい。まあそりゃそうよね。ところが、夫正将軍と呼ばれた家成は絶倫だったようで、正室に男子篤之助が生まれてしまった。幕閣の懸念していたことが現実になったわけだ。仲がいいのはいいことなんだけどね。幕府は先ほどの理屈をもって、厚之助の異母系都市次郎、後の12代徳川家系を嫡男として、厚之助の将軍就任を阻んだ。とはいえ、叱るべき地位には就かせなければならない。そこで、初代の当主が死去し、未亡人のみ健在だった清水徳川家の後継ぎにしたんだ。うまいこと後に据えたわけね。厚之助は清水徳川家を継いだ翌年、わずか4歳でこの世を去ったが、吉宗が清水徳川家を創設していたおかげで、幕閣首脳は安堵したんじゃないかな。御三卿がなかったらどうなってたのかしら。厚之助の死後、清水家は家成の七男、十一男、二十一男が相次いで相続した。田安家一橋家も同様に、家成の子、および家成の異母弟田安徳川成政の子が順繰りに家督を相続した。こちらはどうだったの？家成成政兄弟は子沢山だったので、御三卿だけではまかないきれず、御三家や審判戸様大名の養子に押し付けては大名家から恨みを買った。恨みを買うほど？例えば水戸徳川家では、藩主徳川成信に男子がなかったので、弟徳川成明がいるにもかかわらず、家成の子を養子にするプランが持ち上がり、藩内が紛糾した。成明が家督を継いだ後、しばしば幕府に批判的な権限を行ったのはその意趣返しかもしれない。よっぽど腹に据えかねたのねー。ところが、その成明の七男吉信が一橋徳川家の家督を継ぐことになった。吉信の家督相続に、十二代将軍家吉の意向があったことは有名だ。もちろん吉信も優秀だったんでしょうけどね。しかし、家吉が初めて吉信に面会したのは、一橋家の家督を継いだ後だ。実際に会ってみると、創生した五男に似て、実に可愛い子供だということで大変可愛がることになる。ああ、よくある話ね。1866年12月に吉信が将軍家を継ぐと、尾張家の徳川持長が一橋家を継いだ。
また、同12月に吉野部の伊保邸秋武が清水家を継いでいる。どうして家なりの高大名家養子に送り出した結果、御三卿を継ぐべき男子がいなくなってしまったからだ。どうやら徳川姓以外の家に養子に出されると、家督を継ぐことができないという不文律があったようだ。一度よその子になったらダメだったのか。越前松平家の松平義長は、幕末の大名の中でもとびきり優秀で、慶喜の将軍就任運動に奔走していた。しかし、自身は将軍家吉のいとこにあたり、慶喜なんかよりもずっと将軍家と血縁が近い。ああ、確かにそうね。実弟の田安徳川義則が将軍候補の一人だったのだから、義長自身が将軍になるべきだ。にもかかわらず義長が将軍候補にもならなかったのは、越前松平家の養子になったからだろう。そうか。一度越前松平家の養子になったから将軍にはなれなかったのか。大名家の反感を買うのも厭わず、家なりの子をせっせと養子に出した挙句、在庫がなくなって、吉宗の子孫では御三卿を維持できなくなってしまったわけだ。幕閣にもっと先見の明があったらねえ。どうだった霊夢。名前を単に覚えるだけより、御三家と御三卿の歴史を比べるとよりわかりやすいわ。もちろん御三家も絡んではいるが、御三卿は幕府と他の藩の後継ぎ問題に広く関わっているからな。後継ぎは少なくてもダメだけど、多すぎてもダメってことねえ。あちこちにバックアップ作っておいたら、整理できなくなっちゃうのと同じなのかもな。何事もほどほどがいいってことだ。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。